アドリアン・ゴンサレス・モラレスは、スペイン・マドリード出身のサッカー選手。リーガ・エスパニョーラ、レアル・サラゴサ所属。ポジションは、左サイドハーフ。元レアル・マドリード所属選手のミチェルは父。1998年、レアル・マドリードのカンテラに加入。2006年に、レアル・マドリード・カスティージャに昇格した。この時の2007から08シーズンは、 レンタル移籍したセグンダ・ディビシオンのセルタデビー後、ジムナスティック・タラゴナでプレーするも、出場機会に恵まれなかった。2008年5月、マドリードに、本拠地を構えるヘタフェ CF へと完全移籍。この際、レアル・マドリードは買い戻しオプションを保有することとなった。ヘタフェでのデビュー戦は10月5日の UD ・アルメリア戦であり、途中出場で15分間出場した。 2009から10シーズン始め、同ポジションのハイメガビランの負傷によって、出場機会に恵まれるも良いパフォーマンスを披露できず、ガビランの復帰とともに出場機会が減少した。そして、2010年夏の遺跡史上で、ラシン・サンタンデールの一員となった。スペイン代表として、各年代の世代別代表にも選出されている。ありがとうございます。